こちらドイツのハンブルグ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはレジェンドセイント、ファッションサンクス。この馬も好スタートを切りました。ストーミーロバリー前に行きそうです。ファッションサンクス、それに続いています。さらにはザライーカ、13番、エアデジャブー、その後ろ。後方に控えたのがメインウィンド。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはファッションサンクス、その外からレジェンドセイント、その後ろにシーズレジェンド、並んで9番、ザライーカ、エアデジャブー、後位をキープ。ストーミーロバリーすぐ後ろ、並んで3番、レインボーグライス、グリーンウエスト。この馬もこのグループ、すぐ隣にタイムリーキャロル。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として16番、ファッションサンクス、まだ粘っています。レジェンドセイントほとんど差がありません。エアデジャブー、これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はシーズレジェンド、レジェンドセイント続いています。その隣からはファッションサンクス、ザライーカ続いています。並んでレインボーグライス、エアデジャブー、後位を追走。内からはタイムリーキャロル。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。この辺りで先頭が変わりました。シーズレジェンド、2番手はレジェンドセイント、ファッションサンクス、3番手エアデジャブー、いい位置。果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立ったレジェンドセイント、ザライーカ先頭。残り 200m、 ザライーカ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。エアデジャブー追いすがります。内から一気にレインボーグライス、ザライーカ、ザライーカ1着、2着にはどうやらエアデジャブー、勝ったのはザライーカ。見事な勝利です。福島競馬場、本日の第4レースの発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。レイティティターン前に行きそうです。これに続いてゴリーブルーブル、並んで7番、ランニングインディー、アドマイアベガ、いい位置です。その隣にオースミブライト、これに続くのがアーバンチャーマー、最後方にノーブルゲーリック。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から5番、オリーブルーブル、レースを引っ張ります。先頭は依然としてオリーブルーブル、オリーブルーブル、後続を引き離します。サファイアパッサー、ほとんど差がありません。3番手にアドマイアベガ、絶好の手応え。さあアドマイアベガ前を捕まえられるかどうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はオリーブルーブル、間が空いてゴースミブライト、離れてアーバンチャーマー、離れてノーブルゲーリック。残り 100m、 束を一気にちきります。2番手はオースミブライト、完璧です。圧倒的な強さを見せました。アドマイアベガ1着、2着はオースミブライト、これは物が違う。アドマイアベガ。
中京競馬場本日の第8レースの発走です。スタートしました。ザカリア好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてザカリア行きました。続いて成田トップロード、内からはサイクルホワイト、その外からアドマイヤースター、内からはマイネスイス、並んで7番メジロジャスミン、イージーエトワール、この馬もこのグループカフェアローン、それに続きます。その外にアグネスブリッジ、少し離れてエトワールライデン続いています。その隣にマイネルパワー、マチカネマリア、すぐ後ろ、その後ろにマイネレジーナ、しんがりからフェアサーベル、少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。さあ先頭は成田トップロード、リードは6馬身ぐらいあります。成田トップロード一人旅、2番手はセカンドストーム、サイクルホワイト、3番手大外から青の帽子ザカリア、伸びてきた。4コーナーをカーブして、さあこれからです。成田トップロード先頭、2馬身から3馬身のリード、2番手はセカンドストーム、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。成田トップロード先頭、ザカリア抜けた。2番手は成田トップロード、ザカリア1着、ザカリア完勝、ザカリア1着、2着はアドマイヤーセター、これは桁外れの強さだ、ザカリア。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはブレイブテンダー、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手は新海運、残り 200m、 ブレイブテンダー先頭だ。大隅タイクーン抜けた。内から一気に平身外も大隅タイクーン、大隅タイクーン1着、2着にはどうやら宮城ロドリゴ、見事に勝ちました。大隅タイクーン、スピードワールド敗れました。これは掲示板までです。